爽やかですね。うんと、ブルー。そして岡田さんのワオのシルエットですよ。わあ、本当や。伊藤選手もワオのこのね、シルエットをやってくれてるんですよ。そうですか。はい、これ本当にね、いろんなグッズ、 T シャツだけでもすごい種類あるんですけど、タオルもね、またちょっといろんな種類ありますし、うん、またちょっと今手元にはないんですけれども、迷彩のグッズなんかとかもいろいろあって、続々と本当に新商品が登場していて、目移りがするビーズショップです。なんか球場でも着れますし、うん、タウンユースな感じでね。そうなんです。またですね、ヒーローインタビューの時に、はいはいはい、選手がね、お立ち台でつけているこのビッグハンドも実は登場したんですよ。ね、2個で打ってるんですよね、2個1で。そうです、うん、ね、勝利の際にはみんなでこれを掲げて、選手の心を一つに、勝利の喜びを分かち合いましょう。はい、ビーズショップです。頑張ってください。チェックしてください。そして続いてはラッキー抽選会のお知らせです。本日はですね、3回が終了後に以上にてラッキー抽選会の当選発表を行います。ご来場の皆様の中から抽選で2000名様に京セラドーム大阪内で使用できるご飲食お買い物券500円分をプレゼント。ということで、当選引き換え票は内野エリアはプロセスカレーター前の直接ブース、外野エリアは13番ゲート前の特設ブースとなっています。商品の引き換えは4回表から試合終了時までとなっています。いつもですとね、はい、試合の真ん中あたりで発表していましたけども、今日は3回が終了後にビジョンで発表ということで、はい、はい、また行きます。ありがとうございます。嬉しいですね、京セラドームさんが伝えるって。そうですね、いろいろ欲しいものってたくさんあるじゃないですか。食べたいものもね、これも食べたいけどあれも食べたいってちょっと欲張りな気持ちがあるじゃないですか。500円あったら結構ね、1つぐらい商品買えたりするんで、ね、おいしいもの皆さん、それで。